お久しぶりです。お久しぶりです。チャコ&チコです、番外編見てくださった皆さんありがとうございます、まあ、自分たちでも見たんですけども、ね、3年ぐらいの中でも、はい、それなりにこう目を凝らすと小さな変化ってあるもんだなと、うん、はい、なるほど、成長というのか何というのかはちょっと微妙なところですが、うん、はい、そんなものを感じました、うん、はい、チコさんは？そうですね、うん、普段ね、うん、こうちょっとこうなんていうの、こういう喋りのこの間合いとかね、ダラダラしてる感じがあるので、うん、こう編集でキュッと詰めた方が聞きやすいなと思いました、うん、じゃあ、間が悪いんだね、私たち。いやいや、まあ、チャコさんはともかくとして、いや、そんなことないですよ、そんなことない。でもまあよく言えば、はい、皆さんにゆったりこうお付き合いしていただければ、ああ、よく言えば、よく言えばゆったりと、うん、そうだね、何確かにね、はい、うん、と思います、うん、はい、じゃあ今週また頑張っていきましょう、うん、よろしくお願いします。毎日歌声喫茶ミニ歌声喫茶ラララララ、この歌を海を大きなその愛を真夏のアンソロジー。はい、改めましてこんにちは、おはようございます、チャコ&チコです。私たちが番外編とか言ってる間にもうどんどんとこう夏が、そうなんですよね、始まってしまっていたということで、はい、はい、これからとかね、夏はこれからとかっていうつもりだったんですけど、もう出遅れてることに気づきまして、まあ、難しいですよね、はい、これも配信される頃にはまた違う感じになって、はい、いる可能性もあるので、うん、まあ、今の時点ではねまだなんかもう本当にこう真夏の感じで、でも梅雨は明けてないらしいとかね、まあちょっとこう現実とのズレがどうなっていくのか分かりませんが、はい、ただこの夏っていうものがね、この真夏みたいな感じっていうのが結構早く来るっていうのはね、うん、この何年かのどんどん早くなってる感じがするので、早くなってる気がします、うん、なのでまあ今週は、うん、またねこのタイトルの通りアンソロジー、真夏のアンソロジーということでね、はい、夏の夏らしい、うん、夏に歌いたい歌を日替わりで、はい、いきたいと思います。日替わりです、よろしくお願いします。では準備体操です。肩に手を乗せて大きくゆっくり回してください。ぐるーん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 、反対回しです。ぐるーんぐるーん、はい、ありがとうございます。ギューストンです。ギューストン、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 します。Oh, oh, oh.
してください。そして水分補給です。それでは歌っていきましょう。はい、この真夏のアンソロジーの1曲目は、祇園小唄を歌いたいと思います。祇園小唄ね、祇園、京都、祇園の、まあ、あの各季節を歌っておりますけれども、特に、まあ、この時期なんでね、夏のところに注目して歌っていただくみたいな気持ちでね、ちょっと涼しげな感じにもなればいいかなというね、感じですが、この曲って、映画の主題歌なんですね、そもそも、はい、ちょうどこの昭和5年だそうですけれども、この頃っていうのは、まあ、レコードっていうものが、なんていうのかな、こう一般に広まり出したレコードでこう新しい曲がヒットするみたいなね、時代の始まりですけれども、この前の年には東京行進曲とか、これもやはり映画の曲ですけれどもね、君恋しなんかもこの頃の、あ、そうか、うん、だからなんかそれまではこう曲、それこそまあ大正の終わりぐらいからの頃っていうのは、はい、あのこう街なんかのこう演歌師っていう人たちがね、こうバイオリンでこう弾いたりなんかして歌を、全国に広めていくみたいな感じもあったのが、この頃からレコード会社がヒット曲を作るっていうようなね、ことが始まったそうですけれども、でその時に特にそのなんていうの、その企画の中心、こういうのが売れるだろうというのの中心が、やっぱりその映画の主題歌と、あとはまあ、なんていうの、いわゆるご当地ソング的な地方小歌、なんとか小歌、だその両方を合わせ持った歌ですね。はい、じゃあそれを、はい、今回は夏に気持ちを置いて、そうですね、いいですね、はい、見てみたいと思います。はい、thank you.
ひまわり娘です。伊藤咲子さん、伊藤咲子さん、うん、まあ曲のタイトルの通り、うん、もういかにもこの日差しを浴びて、はいはい、うん、もう日差し浴びちゃすごくまずいっていうか ね, そうねあの感じなんですけど、うんうん、まあ、この歌は本当に爽やかさがあるから、うん、そうだね、うん、なんか気持ちはすごくいい、うん、いいです。うん、うん、じゃあそうだね、日頃はなんかこう日差しを浴びるっていうのはもう最近はね、そうなかなかネガティブなイメージになりますけれど、そうですね、ね、あのみんなこうそれこそ男性も日傘を差してなんてね、うん、よく言いますけれども、うんうん、この歌ではその日差しを浴びるっていうのがね、うん、なんかこう明るく爽やかな、うん、健康的な感じっていうのを味わっていこうと思います。味わいましょう、うん、歌の中でね、はいお願いします。はい。浴び
はい、では3曲目です。はい、君といつまでもです。うん、ね、なんとなくこう、夏という感じがね、はい、いやもう加山さん自体が夏ですから、うんうん、なんかね、うんうん、この歌はなんかその加山雄三さんを、まあ、もちろん代表する一曲でもありますし、うんうん、まあ、このアンソロジー1日目からこの歌を歌いたいと思いますが、うんうん、なんかさ、あの番外編の中でね、うん、一回あの砂に書いたラブレターって曲をのコンサートでやったのをあのお送りしましたけれども、なんかね、加山雄三さんってそういうああいう曲の、うん、こう日本語バージョンみたいな感じで、うん、この曲も含めね、なんか結構そういう曲があって、それがなんかすごくね、心地よい。そうですね、うん、間に、まあ、今回はこれ間のセリフっていうのはこう画面上文字だけでできますけれども、はい、うん、まあ、それも含めなんとなくね、その本当にこの歌の中にあるようにこうそよ風に吹かれるような、ちょっとね、うん、日差しの中にもなんかそういう爽やかな風を感じながらっていうのを味わっていきたいと思います。はい、気分は真夏なんだけど、うん、はい、こうちょっと
風が吹いてきたようなね、そうですね、気分で、うん、はい、いいと思います。はい、ではお便りに行きましょう。はい、お便りはですね、6月18日、うん、6月19日、6月20日と、はい、3日間、うん、レスポワールさんのものだけを今日はボーンと、はい、うん、はい、途中ちょっとあの省くところもありますが、はい、行きますね。はい、6月18日、うん、もしもで始まる歌、あ、そんなお便りよね、ありましたよね。それでチャタ&マサさんへになっております。おう、うん、未練の鳩場、おこれ歌は松山恵子さん、あ、おけいちゃん、おけいちゃん、あんた泣いてんのねでおなじみのおけいちゃんが歌ってたんですけど、1957年の歌だそうです、うん、もしも私が重荷になったらいいの、あ、という歌い出しの、うん、やっと一曲思いつきました。お、うん、で、うさぎと亀や若いおまわりさんはダメでしょうねと、あ、まあ、うん、もしもでは始まりますけどね、もしもしだからね、もしもし、ベンチでささやくもしもしと呼びかけですからね、こちらはね、もしもまでねダメでしょうねと、というお便りです。そしてその19日、うん、次の日19日、宵待ち草について、はい、これもね、6月のアンソロジーで取り上げた、そうですね、竹久夢二、うん、49歳でお亡くなりになってるんですね。作詞したのは27歳の時のようです。たまたま一昨日の6月17日、うん、デパートで商品展を見ました、うんうん、残念ながら肉質が一点以外は後から吸ったもののようでしたが、うんうん、よく出てくるのとは違ったちょっと気弱そうな肖像写真がありました。気弱そうな、うんうんうん、まあ、この人っていうとこのおなじみのっていう、うんうんうん、あるじゃないですか、ありますね、この横顔がするとかね、そういうんじゃない、なんかいつも見るのとは違うね、気弱そうな肖像写真がありました。で、歌詞の中に今宵は月も出ぬそうなとありますよね、うん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 、下弦の月から新月までの次の日になったなってから出る月でしょうに、ね、出ぬそうなっていうのは毎日空を見上げていたのではなさそうで、誰に聞いていたのか気になります。出ぬそうなっていう、誰かに聞いた、なんとかでそうなっていうことは聞いてるってことですよね。さあ、そして20日、うん、いただきましたのは、雨が止んだらについて、はいはいはい、うん、久々に聞きました、うん、中西玲さんは、うんうん、82歳で亡くなりになりましたが、はい、歌謡曲としては比較的初期の作品のようです、うんうん、で、夜が明けてっていう歌があって、詩は中西玲さん、曲は堤恭平さん、歌坂本澄子さん、1971年、この歌も同じコンビで似たような発想だと思います。これを書いているうちにジャック・プレベールの朝の食事、一人がコーヒーを飲んで雨の中へ出て行き、一人が泣く話を思い出しました、うん、マリーネ・デイトリッヒ、うん、ディートリッヒが歌っているのを初めて聞きました。そして情景について、うん、男は雨の中を二人の住まいまで来て濡れた服を着替えもせずに出ていくということですね。なぜインクの染みが作られたのか、なぜ南の窓を二度と開けないのか、短い間に何があったのでしょう、とても気になります。ですね、うん、それがやった、全部説明しないあたりがね、うん、とてもこう読んだ人、はい、気になってしょうがないというのが、はい、まあ、そういう詩なんでしょうね、うんうん、というわけで今日の歌よりはレスポワールさん、はい、6月18、19、20と、はい、3日分を、読ませていただきました。ありがとうございます。さあね、真夏のアンソロジー今日初日でしたけども、はい、いかがだったでしょうか、ね、今週は本当に真夏の気分で突き抜けていこうと思います、はい、それではまた明日。チョコ&チコでした。